ねえねえ、ずんだもん。人には見えないところがあるというのは分かったんだけど、それをどんな風に活用したら良いのかな。その点に関しては、特住所希望ペンネームウプアット主がローソンさんの当たり目を食べて資料を作ってくれたんだけど、人それぞれにマズローの5段階が存在していて、同じテーマを話していると思いきや、どこかでズレが生じたり、いざ行動に移すと間違っていたりということもよくある話なのだ。意図的に助言や指示に従わないのも、単純に間違えるということも、間違えた本当の理由についてはよく確認しないとわからないわよね。そうだよね。仕事の場合にはまだ確認はしやすいと思うけれども、業務外だったりプライベートの場合は距離感も近くなるから、様々な情報が入ってきやすくなるから、価値観的に合う合わないは顕著に現れやすいのだ。気を許しやすくなるから深い話も出やすくなるわよね。さすがメタン、そこが超絶重要ポイントなのだ。同じアイドルを推していても、人それぞれにいろいろあるのが普通なのだ。お互いに違いを受け入れることも重要なのだ。人間関係についてはこの後のシリーズで取り扱うので、乞うご期待なのだ。私もそのシリーズを楽しみにしておこうと。ふい。この後はご近所さんの雪景色とローソンさんの超絶おすすめスイーツにしばしお付き合いくださいませ。毎日を過ごしていきましょう。